あっちだ。いや、こっちだ。やっぱりあっちだ。いや、やっぱりこっちかな。あっちだったような、こっち、あっちかな。どっちだったかな。ぶつけちゃったよ。こっちだったかな。いや、しかし2月だってのにまだ寒いもんだね。危ない、危ないよ、危ないんだよ。どっちだったかな。何がどっちだ、あっちだの言ってんだっつってね、言っておりますけども、皆さんどうもお疲れ様でございます。小芋です。サラリーマンの平凡な一日、なんて久しぶりの放送でしょうか。皆さん、もうこのシリーズが終わったんじゃないかなんていう声も巷ではささやかれておりましたようではございますけれども、ご期待に沿ってかどうかは知りませんが、復活と相なりました。よろしくお願いします。今日もね、まったりとした、この仕事終わりの5時から男の、一日をお送りしていきたいと思います。先ほどあっちかこっちかなっつってたのはね、特に意味はありませんってね、感じでございます。皆さんね、 GTA5、最近どうでしょうか。遊んでおりますでしょうか。私はですね、全然遊んでおりません。でね、久しぶりに、GTA5 を入ってみたわけなんですけれども、かなりねアップデートで、まあ、服装であるとか、なんだからこんだからっつってね、いろいろあるようですが、新しい服をね新調しましたね。寒いんでちょっとコートと、手袋をね、新調いたしました。今日はね、星を迎えに行こうかな、そういうキザなことを言ってみようかな。マーティンからの着信はいつも通り完全無視していくスタイルでお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いします。ねえ、星が綺麗ですね。星が見えますか、星が見えますか、お釜を掘っていく、星があなたの街には見えますか、願いをかける、星さえ見えず、そんな気持ちなんですね、こういう歌がありますけど、まあまあまあいいでしょう。まあ綺麗なね夜空を見ながら、この日頃のね、あの疲れっていうの、こういうのを癒していきたいよね。この動画じゃない、このゲームに求めているものは、まあ何度も言っているようにね、癒しです。このゲームに皆さんがね、求めているものはストレス解消であったり、ワイサカホイサカってね、フレンドさんと遊んだりっていうものを求めている方が一般的な楽しみ方ではございますが、私はですね、癒し、ヒーリングっていうね、これを求めて、日夜このGT5 の世界に入り込み、あでもね、ここでもないっつってね、こう車を走らせてるわけなんでございます。今日も飛ばしていきますよ。あったりとね、まったりと飛ばしていくっていう相反したね、矛盾をこう提案していきますよ皆さんには。いやー、星が綺麗だね、本当にね。アップデートしてね、どんなことが変わったのかよく分かりません。これね、半年7ヶ月分ぐらいのあのアップデートが今全部こう怒涛のように流れ込んできたわけなんですが、私の GTA5 に、そんなにね、言うほど変わってることはなさそう。事故るよ、事故るだよ。平凡感はね、やっぱり大事ですけれども、事故ってしまったということもあります。一人称視点、これはねちょっとやりづらいね、本当にね。一
一人称視点がどうもやりづらい、ね、ちょっとこう山の方に登ってね、こうなんていうかな、星様との距離感距離感っていうんですか、こういうのをねやっぱり縮めていきたいよね。うん、縮めたい縮めたいっつってね、いうことを日夜嘆いておりますが、ようわからんぞ本当に、いよいよようわからんぞ今日の実況はっつって、お釜折ってはいけないと思ったら掘る掘る2回目も掘る、と思っちゃったね。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけて、雪日は鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない、だけど誰だっつってね、誰の真似なん、誰の曲だこれ、よくわからん、誰の曲かもわからんが、ちょっとなんか普通さんで見る、普通さんで行くパティン炸裂でございます。あ、千春兄さんですね今ね。うん、やっぱりね、なんていうの、ポップスポップコーンパーティー的な、うん、いうのもいいけどね、やっぱりね歌謡曲っていうね、これをね皆さんがワイサカホイサカつって聞いてもらいたい。やっぱりね、今のね、高校生大学生の皆さんね、うん、これをやっぱりね、歌謡曲の心、これをねちょっと知ってもらいたい皆さんね。そういうことですよ。うん、どういうことなのね、私も分かりません。全然これ登れないね今日は。もう夜のこうふわっとしたドライブの動画っていうことでいいですか。ドムからの着信も完全に無視していくスタイル、これ危ない、平凡感、よし危ない、これ平凡平凡言っとるアリーナはねものすごいスピード強なんですね。これぐるーっと何ですか、これ外周してるのかな。で今の前回の多分そうだそうだ、グラセフのこの、サラリーマンの平凡な一日シリーズを最後に、前回は実況活動を、まさかの、勝手に中止するというね、ことになったんですけども、ということなので、もう丸々ね7ヶ月ぶり8ヶ月近く、うん、ぶりですね、やるのっていうようなことさっき言いましたか。そうですか、うん、月もあるんですね、いいね、月も綺麗だね。やっぱりねこの次世代機のナンバーのアップ、次世代機のこの表現力、うん、これをやっぱりね堪能していきたいよね、うん、ちょっとなんか水辺の戯れみたいなね感じのも欲しいんですが、水辺がちょっとないね。これまあ夜なんでね、これさっきまで雨降ってたんですよ、うん、でもね凝ってますよね、ちゃんと雨が降って外に出ると、おーうまいね、うまくもない、そうですか、ちゃんと、うーあっ、ないね、平凡感、私の大切にしている平凡感が失われるところだったじゃないか、ははははひひひ、ははははひひひつってね、これ、あ、これ一回来ましたね、懐かしいですね、ここね、なんかこんな緑に光ってたっけな、いいですね、でもね、いいですよ。いやーいいね、やっぱり久々っていうけど、久々にやるといいよやっぱり、うん、ふわーんとね、何も考えない、日々のこの何ていうの、忘却の日々的な、うん、これやっぱりね仕事に追われね、学業に追われてる方もいれば、部活動に追われてる方もいらっしゃいます。人間関係に疲れております皆さん、もしくは何かね、他のいろんな悩みを抱えておる皆さんでございますが、
そんな悩みがあるからこそね、あの普段も、なんでもないようなこの一日がね、やっぱり浮き彫りになってくるんじゃないかなーってね、言っておりますけれどもね、わかりますかね、これ大事なことなんですね、モーテル発見、モーテルにちょっと一泊しよう、ね、こういうモーテルを見ますとね、ヒッチコック監督のね、サイコっていう映画を思い出しますけどね、知らない、そうですか、そう知らないんですね、皆さん、あんな名作をね、知らないんですね。どうも、こんにちは。ちょっと、スコッチウイスキーを一杯いただくような、ドアを蹴破ろうとするっていうね、ことになりましたけど。まさかのドアを蹴破る、怪しい。ちょっとサムネ用の画像を、いいカットをちょっと撮らせてもらいますね。サムネ用のね、毎回これ動画内で撮りますけど、サムネ、ちょっとこうなんか、こう渋めの、大人の色気的な、そういうの出していきたいよね。こういうことですかね。こういう、これ一人称か。こういうことだね。これでいこうか、今日の。あ、いいじゃない。ちょっとこう闇を感じる感じ。このモーテル&ちょっとしたバー的な。うん。闇を感じる感じ。あ、こういう角度もいいね。うん。夜なのにサングラス外せってね。とっ捕まるぞっつってね。言っておりますけど。とりあえず寝よう。とりあえず寝ていこう。いや、これね、私の夢。GTA5 で、こういう、いろんな建物ありますよね。これに、まあ、次回作、GTA6 がもし出るとするならば、日本車じゃないってね、こっちだってね、出るとするならばですよ。昔ね、スカイリムというゲームがありましたが、あれはね、建物の中に、全建物と言っていいぐらいの建物に入れたんですね。まあ、その代わりロードは、クソ長いっていうね、残念な欠点はありましたが、そういうゲームがありましたが、建物、室内ということの自由度、これもね、追求していただきたい、ぜひね、まあ、これだけのオープンワールドで、これだけの綺麗なグラフィックで、外も中もというのは非常に難しいかもしれませんが、そこはですね、このなんていうんですかね、危ないよ、こっちに行くよ、気まぐれだよ、ゲームクリエイターの方には頑張っていただきたい、私としては、やっぱりね、こうバーで飲みたいよね、なおさら癒されていくっていうね、ハンドル操作は誤りましたがいう感じでございますかな。でちょっと質問なんですが、この動画っていつも何分間ぐらいやってましたっけ。忘れちゃってるね、もう20分だったと思うんだ。違うかな、15分だったっけ。確か20分であったと仮定し、もう少しこの癒しの時間をね、皆さんと共有していきたい、こういうふうに私今思っておりますね。そんな大それたことは言ってないけれども、大それた感じで言っていくスタイルでございますね。さあ、こうあれですね、星を迎えに行く的な感じがちょっとこう叶いつつある中、まさかの朝まずめを迎えるというね、朝が空が白んでまいりましたという残念なお知らせを皆さんにはしなくてはいけません。今回あれですね、人とあんまり絡んでないですね。あんこう人をね、やっぱりこう調子はどうだいっていうね、こういうのをやっぱりこうやっていきたいんですけどね、なかなか難しいかな。テンションこれぐらいで大丈夫でしたっけ。ほんとね、もう忘れちゃったの、このサラリーマンの平凡な一日の感じの動画のキャラは作ってないんですけど、この時はほんと素ですから。ただ今の私の素が、その当時の7ヶ月前の素とは全然違う恐れがあるというこの心配をはらんでおります。まあ、朝です、なんなら。あ、いましたね、ご婦人たち。おはようございます。ご婦人じゃねえっつって、おっさん、とっつぁん2人だっつってね、言ってるんですけど。どうも、おはようございます。カメラ愛好会の皆さんか、何かですか。東洋人。ね。すごい東洋人。あ、びっくりするぐらい東洋人じゃん。こんな、東洋人感ありましたっけ、このゲーム。
ちょっといいね。これちょっとなんですかこれ。あのエグザイルにこういう人いますよ。いないか。そうですか。いないですか。こういうこれいいね。これにします。今回のサムネは。うん。決定。これが今回のサムネです。いいね。ありがとうお兄さんたち。いい写真撮ってください。ほらほら、やっぱりカメラじゃん。ほら。やっぱりカメラだよ。一眼レフですか。ニコンですか。それともキャノンですか。あのそれだけちょっと教えてもらっていいですかね。あのニコン派かキャノン派か、ちょっとあの今調査してるものですけども。すいません。すいません。ニコン派ですか。キャノン派ですか。あ、すいません。ちょっと肩がぶつかっちゃいましたね。すいません。めっちゃ切れてるじゃないですか。めっちゃ、って言ってるけども。あ、ごめんなさいね、ご婦人。めっちゃ切れられたんで、ちょっと退散しましょう。勝手に開いたんで、ちょっと車庫入れします。うん。開きましたから、やっぱり。開いたら、やっぱり止めたいじゃないですか。うん。ここが、これ何ですか？この家勝手に使っていい的な？そういうことです？そういうことです？どっから入るんですか？よいしょ。入れませんよ。入れません。私の車どこ行ったの？大丈夫？開きますよね、これ。あ、開いたいと。ちょい、もう一回、もう一回、ちょっとこの、邸宅の中、すいません。お、な、まどろっこしい登り方。え？整備士に、あ、なんだ、そっか。それは仕方ない。こういうのね、こういうの入れたら、素晴らしいと思いませんか、皆さん。スカイリムの、うわぁ、なんて豪邸だ。すごいな、これ。あー、いい眺めですね。ロスサントスの街並みが一望でございます。皆さんこの物件いかがでしょうかね。ちょ、地味に不動産屋っぽいからいいんじゃないの。いや、見ましたね。もう定番となりましたが、朝日を迎えて、終了という形になりましたね。いいですね。チチチチじゃねえよっつって、チチチチじゃねえんだよっつって、タバコを吸いたかったんです本当は。あれ？じゃあ、チッチッチッチじゃねえんだよって言ってますけど。まあいいか。タバコは今日はやめとこうか。いい家だね。いいね。ここでシシカバブーと、バドワイザーとシャレコみたいで、またまどろっこしいこの登り方をしてる。あ、おはようございます。おはようございます。ここは何ですか？カメラの撮影の。これ名所なんですね。あのニコン派ですかキャノン派ですか。すいません、それちょっと調査してるものなんですけど、それだけちょっと答えてもらった方がありがたいんですけどね。まあ、言葉が通じないわけですね。うん、ちょっとこれ多分こうデンマークあたりから来られたんでしょう。うん、私の言葉通じないようです。仕方ないですね。ちょっとね、一眼レフカメラのね、ニコン派キャノン派っていうね、この2大勢力、この全国的な推移を、調べておる。大丈夫ですか？死んでますか？人工呼吸します？さっきの人ですか？違いますね、これ死んでますね。ご冥福をお祈りしまして、ご冥福をお祈りしまして、ちょっと話の途中に戻りますけども、全国的なね、このカメラのキャノン派ニコン派っていうね、うん、ソニーを忘れんなっていう声もありますけども、やっぱりね、キャノン、ニコン多いじゃないですか。これを全国調査する仕事を私してましてですね、うん、どっちが多いんだってね、これはやっておりますよね。うん、今日はもう2組でやったんですが聞けなかったんでね、残業確定でございますね。といったところでね、そろそろ、20分という時間が早いもので、皆さんと過ごすと早いもんですね、過ぎ去ろうとしております。朝日を迎えた今、自宅に帰ってまずはね、コーンブレッドと、ハスカップドリンクを、飲みながら、今日の仕事の準備でもしたいと思います。それでは皆さん、またお会いできれば光栄に思います。でちょっと間が空いてからのカメラカットを移動して、かっこいい感じで終わっていきます。さようなら。